はい、それではですね、2023年4月19日、19日ですね、2023年4月19日の応用微分方程式論ですね、パート2になります。はい、それでですね、先ほど、ちょっと待ってくださいね。はい。実はですね、これ、この動画、こっち側で、正面にあるパソコンに、それで上、カメラをず、高解像度のカメラを置いて、それで配信しながら、こっち側にですね、今度はですね、で、僕のパソコンの方は全部ですね、この配信場所から、パソコンから、ハブから、そして、ルーターまで全部、一切ワイヤレスをかまさずに、有線でザーッと繋いでます。はい。有線でガーッと繋いでます。で、それで配信場所のルーターから観戦は光ケーブルになってます。はい。なので、大体配信環境としては大学でエデュラムかなんかに繋いで配信するのとほぼ同じような環境は達成されてると思います。で、実はそれをですね、横にもう一個パソコンを置いて、そっちはですね、ワイヤレスで、Wi-Fi、この配信場所の Wi-Fi の、ルーターに繋いだ上で、どういう風に見えるかっていうのは一応チェックしながら、見てます。で、それと同時に、この、動画配信ですね。一応、リアルタイムの動画配信ですね。自分の研究室の学生さんとかに、ちゃんと見れてるかどうかをですね、確認しています。少なくとも、大学に来て見ている分に関しては、文字が細かくてノートが取れるか問題はありますが、基本的にはですね、ちゃんと見れていると。あとは、事前に写真を送ってもらっているので、それで、それを見ながら話を聞けば、聞くことができるということで、もちろん写真送られてないときついと思うんですけどね。事前に今日のこの動画に関しては、このホワイトボードの板書については、10時半くらいに、皆さん、この Google クラスルームに、参加している人に対しては、送ってますので、そこで、確認していただくことはできると思います。で、そこで、そのメールで、ホワイトボードの板書の写真は見ていただくことができると思いますので、いうことになります。はい。毎回こういう形でやっていきたいと思います。で、10時35分ぐらいにですね、この Google クラスルームに入ってきた人に関しては、そのメールは送られてない、受け取ることができてない可能性がありますので、それはもうしょうがない。というようなことでご了承ください。はい。で、一応この、ホワイトボードの写真と、それから、この動画ですね。これは Google クラスルーム上で、録画するんじゃなくて、目の前、このちょうどですね、この目の前のところに、iPhone を置いて、iPhone で MOV で動画撮影してます。で、それをですね、終わったら、できるだけ早く、少なくとも翌日の朝には、翌日の午前中には見ることができるように、Google クラスルーム上にですね、の授業と書いてあるところの中にアップしておきます。アップしておきますので、そちらの方で確認してください。そちらの方で後でもう一回視聴していただくことはできます。なお、ホワイトボードの写真も PDF 化して全部、その同じ Google クラスルーム上の授業の中にアップロードしておきますので、見落としたところとかあったら、あるいは聞きづらかったところとかあったら、あるいは理解しづらかったところがあったら、後でまた、そちらの方で見ながら、ホワイトボードの写真もですね、皆さんにメールでお送りしてるやつはですね、実際の写、おおむね 1500×1000 ぐらいまで縮小かけて、送っているので、それに比べたら、Google クラスルーム上で PDF でアップロードしている方の板書の写真はですね、それはそのまんま、その解像度のまんまで PDF にしているので、はるかに見やすいと思いますので、そちらの方でまた後で、確認してください。はい。で、今日の、この授業の最後に、もう、前回一回は言いましたが、この授業の評価方法について、この動画の最後に、話をしていきたいと思っています。で、今日はですね、
この後何やるかなんですが、一応ですね、2回線形の常微分方程式、変数係数の場合で、しかも複素変数に対する微分方程式ですね。で、確定特異点周りの級数表示解の話、先ほどまずは、級数表示解においてガッと、最後まで、級数表示解、あとはこの全化式を解けばいいんだよっていうところまで、は説明をしてお見せし、導いてお見せしました。はい。で、ここから先はですね、この、全化式とそれから特性方程式、これらの性質によって解の形が変わってくるんだっていう話をしていきたいと思います。これらの話もですね、この寺澤寛一の、自然科学者のための、数学概論、岩波のですね、これとか、あとは、ホイタッカー・ワトソンのこの197から202の、その前後あたりに、やはり書いてあると思います。あるいは、もう一つちゃんと書いてあるのが、今日、これから話すお話は、乾哲郎さんという人の書かれた特殊関数論。乾哲郎さんという人の書かれた特殊関数論、岩波全書です。こちらの方は何度か絶版になっているんですが、去年の、春の時点ではですね、ちゃんとですね、新品で売って岩波全書から復刻版が出て販売されているのを確認してます。乾哲郎先生の、特殊関数という本、岩波全書です。乾哲郎先生の、特殊関数、岩波全書。こちらの方は、昨年2022年の春の段階で、5月6月ぐらいなんですが、びっくりしたんですが、一時期ずいぶん長い間、絶版になっていて、中古版しか買えなかったんですが、これがですね、去年の春の段階で、梅雨入りより前だったと思います。岩波書店から新品で復刻版がまた販売されてました。アマゾンでも買うことができると思います。で、このくらいの小さい本で、ただ、ページ数はですね、総ページ数がですね、おおむね370ページぐらいで、僕がこの授業の中で、級数表示解とそれから積分表示解の話、これを、していく上で、していく上での内容の話のほぼ全てがそこに入ってます。網羅されてます。それ以上にたくさんの、この微分方程式に関しての知識がいっぱい入ってますので、これは一冊ですね、いつ読むかはともかくとして、持っているといいと思います。持っていることが重要なんです。ある意味本っていうのはですね、本は買ったら全部読まなきゃいけないというのは無理です。むしろ持ってることが重要なんです。で、皆さんがこれから先、この微分方程式とか、例えば、この中には光学研究科の電通電子専攻でですね、アンテナとかですかね、電磁波とかそういうのをやってる人もいるかもしれません。あるいは、情報科学研究科でですね、量子力学をはじめとして、そういう中で微分方程式をですね、まあ最近量子コンピューターとかありますから、そういう中で、微分方程式の話もですね、関わってくるっていう人もいるかもしれません。あるいは、微分方程式を離散化した空間でのいろんなですね、フィルターの話とか、あるいは、なんでしょうね。そういうようなところで使う人もいるかもしれません。確率モデルの中で微分方程式はどうしても扱わなければならないという場合もあるかもしれません。はい。そういう場合にですね、ふと立ち止まって、実は、こういうですね、級数表示解とか積分表示解を使ってきちんと厳密にですね、解の形を導いてあげることができる話っていうのが実際にあるんだよということ。これらを知っておいていただいて、その上で、じゃあ何を読めばいいかっていう時に、僕の授業の特に、前半部分ですね。微分方程式、常微分方程式の級数表示解と、それから、積分表示解の話は、この寺澤寛一さんの自然科学のための数学概論と、英語版のホイタッカー・ワトソンの、アコーソブ・モダン・アナリシス。これとあと、乾哲郎先生の、特殊関数。この3冊は、持っていると、何かの時に役に立ちます。ので、で、
多分このホイタッカーとそのアコーソブモダンアナリシスも多分ですね、アマゾンで、英語版新品で売ってます。昔はこれの日本語訳が売ってたんですよ。売ってたんですが、そちらはさすがにもう、絶版になってると思います。それから、寺沢寛一、通称寺寛って言われてる、この自然科学者のための数学概要ですね。これは今もう、岩波書店から新品で購入することができます。はい。ので、このあたりですね、特に、その中で3冊のうちで、特に微分方程式に関してっていうことだったら、やっぱり乾哲郎先生の特殊関数をお勧めします。それから、それ以外も含めてですね、いろいろ広い意味でですね、変微分とかですね、ベクトル解析とかの話も含めていろいろとですね、変微分方程式とかの取り扱いとかも含めてですね、広く知識として持っていたいというんだったら、寺沢寛一さんの自然科学者のための数学概論がおすすめです。あと、英語版で持っていたいっていうのは一番一押しはこのホイタッカーとその、コースオブモダンアナリシスです。はい。それで、コースオブモダンアナリシスはですね、電子版がケンブリッジから出てました。ただ残念ながら、これは確かね、どうだったかな。Kindle 版で出てたな。Kindle 版で出てましたね。はい。ということです。はい。というわけで、ここではですね、この政治の二回線形の常微分方程式の確定特異点周りの級数表示解が、一体どういう全化式と特性方程式に落とし込まれてくるかっていうところまでを、前半で説明しました。これがパート2の前半、要するに前振りです。前振りです、ここまで。長いね。はい。それでですね、はい。ポンってやって、これが第二、パート2の、パート2のですね、話のですね、パート2の話のですね、本編のホワイトボードです。こちらも先ほどですね、10時半くらいまでに、写真を撮って皆さんには、JPEG にして、メール添付で載せて送れるくらいのサイズにして、皆さんにはメールでお送りしてます。なので、10時35分前後に、初めてこの Google Classroom に、この Google Meet に、参加してきた方については、もしかしたら受け取れていない方もいるかもしれませんが、そこはご了承ください。一応、10時半までにこの Google Classroom に、最初に参加した。だから、前回この授業に出てる人は受け取れてるんです。今日初めて参加して、それが10時半以降だったっていう人は、メールを受け取ることができていない方はいるかもしれません。ただこれもやっぱり、さっきも言いました通り、ちゃんとこれ後でこの動画と、それからあと、ホワイトボードの写真は、Google クラスルームの方の授業のところにアップロードしておきますので、そちらの方で後で見ることは、見ていただくことはできます。はい。授業やったら翌日の午前中までには見る、アップしておきます。早ければ、この後すぐにアップってするかもしれません。はい。ということです。それで、はい。先ほど考えている微分方程式ですね。これですね。二回線形の常微分方程式ですね。はい。で、それで、Z イコールアルファは確定特異点で、Z マイナスアルファのかける PZ と Z マイナスアルファの二乗の QZ は Z イコールアルファを中心にして半径 R の円の内側で Z イコールアルファも含めて正則であると。なので、この2つの関数はこういうふうにテイラー級数に展開できますよと。Z イコールアルファという点も含めてですね。で、それを、あと確定特異点周りの級数表示解 WZ こういう風な形で書いてやった上で、ローと CN ローに対する決定方程式っていうのは、C0 ローをノンゼロっていう風に規約します。約束します。はい。で、要するに何度も言う通り、これ線形方程式なんで、WZ が解であれば2倍の WZ もマイナス2倍の WZ も100倍の WZ も1万分の1倍の WZ もみんな解なので、結局1個だけ係数が不定性があるんです。それをみんな C0 に押し付けてやります。この場合はですね。で、C0 以外に押し付けるっていう場合もあるんですよ。C0 以外に押し付けるって場合もあるんですよ。例えば、ルジャンドル関数なんかは、あれは C0 に押し付けるんじゃないんです。C のですね、ずっと先の方の CN のあるこいつが、この値、この形になるように、定数は決めましょうって言ってるのが、ルジャンドル関数なんです。はい。で、この場合は C0 です。C0 にしておきます。それで、
今そうすると特性方程式、ローに対する決定方程式がこうなって、CN に対する決定、全化式がこうなりますよっていう話をしました。M は、最初は0からだったんですが、全化式をパラッと書いたときに。それを CN イコールって書いたときには、M イコール1から N までになるっていうことに注意しててください。はい。そして、その上で、この場合は、4つの場合に分かれます。まず第1、これ、ロー1マイナスロー2。ロー1とロー2っていうのは、この決定法、特性方程式のコンとします。はい。ロー1とロー2がですね。で、これ、だから、解と係数の関係こうなって、重根条件はこんな風に出てくるわけです。はい。で、ロー1マイナスロー2が整数じゃない場合、この場合にはですね、この場合には2の n に対してですね、2の n に対して、ここに書いてある分母、これは決して0になりません。なので、この場合はですね、W1 と W2 っていうのはそのまんまこの、ロー1とロー2求めて、そしてあと CN ってやつを求めてやると、級数表示解が求まって、基本形を構成することができるんです。この場合は OK なんです。で、これに対して、ロー1とロー2が等しい場合、重根の場合ですね。重根だと W1 と W2 で同じになっちゃうんですね。同じになっちまうから、この場合は困るんですよ。困るんです。なんでかっていうと、同じになっちまうから、解が1個しかない。解が1個しかない。はい。はい。ヨーロッパではこれだと2なんですよね。これ1はこっちですからね。はい。すいません。余計なことです。はい。それで、ロー1とロー2が等しい場合、重根条件の W1Z と W2Z が等しいので、解は1つしかない。なので、基本形を構成するためには、もう1個の W1Z と一時独立の関係にある解が必要になるんです。それをなんとか探し出してやらなきゃならないっていうのが、重根条件の場合の問題点です。課題です。そして、今度はですね、ケース3としては、ロー1マイナスロー2が自然数、正の実数、プラスの整数の場合ですね。ロー1マイナスロー2ですよ。これが自然数になる場合。この場合はですね、N イコール K って置いてあるんですよ。この K ね。K っていうのはロー1マイナス、ロー1とロー2の差ね。これが、自然数の場合。で、その上で、ここのですね、CN の右辺の分母のところを見てあるんです。分母を書いてあるんです。こうなりますね。こうなりますね。N を K にしただけですね。なんだ、N を K にしただけだと思うでしょ？違うんです。これですね、ロー2イコール、この場合はですね、ロー2たす K がロー1になってるんです。この場合はですね、ロー、K たすロー2がロー1なんですよ。が、ポイント。K たすロー2がですね、ちょうどロー1になるんです。だから、これはここに矢印じゃなくて、ここですね。こう来て、こう来て、よいしょ。ここですね。ここにこれが入るんですね。そうすると、これと、これが、ロー1になっちゃうんです。こうなんですよ。で、これ何だったかって言って、何だったろうなと思うと、実はこれですね、この特性方程式そのものになってるんですよ。で、解ですよね。だから0なんです、これ。なので、CK のロー2が無限大になります。常に。この全化式で考えると、C の K マイナス1までは発散しないんですけど、いいですか？ C の K マイナス1までは発散しないで有限に求まるんですが、C の K になった時点で、こいつが分母が0になっちゃうんで、係数が発散するから、2の複素数で W2Z が発散しちゃうんです。W2Z が発散しちゃうんです。2の z ですね。発散します。なので、w1z は一つの解なんですけど、w2z が2の複素数で発散しちゃうので、基本形を構成するためには、もう一つの w1 と一時独立の関係にある解が必要になるんです。これを何とかしてですね、探し出してやらなきゃいけないというのはケース3の場合です。はい、ケース4の場合。今度はですね、ロー1引くロー2じゃなくて、ロー2引くロー1が k になるっていう場合の、を考えています。で、K は自然数です。ロー2引くロー1が正の整数ね。はい。で、そうすると、この場合はですね、どうなるかっていうと、今度は、K プラスロー1イコールロー2となるのが、ポイントです。で、こいつを、よっこいしょと。
ここに使ってあるわけです。で、K プラスロー1、要するにこの特性方程式、この分母の部分、この特性方程式じゃない。この分母の部分っていうのは、K たすロー1でみんな書かれているっていうのがミソなんです。はい。そうすると、こいつはロー2で書か、K たすロー1はロー2に置き換えがあります。で、ロー2っていうのは特性方程式の解で、ここ特性方程式そのまんま出てきてますから、イコール0になるので、CK のロー1が今度は発散するんです。CK のロー1が発散します。はい。で、CK のロー1が、C の K-1 までは有限なんです。C の2、C の3、C の4って求めた時に、C の K-1 までは、有限なんですよ。ところが、CK になった段階で発散したんです。で、こういう級数の解っていうのは、もちろんこれ CK が発散したら、それ以降の CK プラス1も K プラス2もみんな発散していきますが、とにかく、級数である以上は、1個でも係数が発散してたらアウトなんです。CK っていうのは、係数が1個でも発散してたら、級数はアウトです。はい。なので、これが分かった時点でもうすでにアウトなんです。そうするとどうなるかっていうと、W2Z は解の一つであるが、W1Z が発散。するので、基本形を構成するためには、もう一つの W2Z と一次独立の関係にある解が必要なんです。はい。ということです。このケース1、ケース2、ケース3、ケース4で、ケース1はクリアされてるのか、ケース2、3、4についてどうするかっていうのが問題になります。で、これを解決する方法として、フロベニウスさんという人がですね、フロベニウスの方法っていうのを、ケース2、ケース3、ケース4に対して、なんていうか考え出したんです。はい。フロベニウスの方法。で、これ何かというと、ポイントだけ言います。ポイントは、U の Z、U というこういう謎の新しい関数をもう一つ導入してやります。これですね。はい。導入してやります。で、これ何者かっていうと、ここへ書いてある、級数表示解どこ行った?あ、ここでは級数、あ、ここに書いてある。級数表示解で、ここのローをラムダに置き換えてやって、ラムダは特性方程式の解であることを忘れて、任意の複素数にします。ラムダは、ローではローとは違う。ラムダは特性方程式の解であることを忘れます。忘れちゃう。記憶から消してしまう。一度消す。で、ただし、CN ラムダっていうのは、この2番目のここの全化式の、と、を、ローをラムダに置き換えた上で、この、全化式を満たしているものとしてやります。だから CN っていうのはこの式そのまんま書いてやって、ラムダは任意の複素数としちゃうんです。はい。ここまでよろしいでしょうか。その上で、はい。この UZ ラムダをここの L という演算子、つまりこの微分方程式の左辺に代入してやります。代入してやります。代入するとこんな風に出てきて、それで、後ろのところは、これ、もともとこの全化式を出すために、最初に高等式だよって言った時に0にしたやつなんですね。だから、この赤枠の中が0になるので、第1項だけで終わっちゃうんです。第1項だけで終わっちゃうんです。これが、フロベニウスのポイント、方法の最初の出発点の部分のポイントです。最初の出発点の部分のポイントです。はい。で、これを使って、この性質を出発点として、そこから C2、C3、C4 を、引っ張り出して、に対するですね、もう一つの解を引っ張り出してやります。はい。で、C3 と C、ケース3とケース4はですね、ロー1とロー2の役割をひっくり返せばいいので、ケース3ができていれば、ケース4はそのまんまその延長で出てきます。ただ、ケース2とケース3はちょっと性質が違うので、そこは別々にお話しする必要があります。で、次回は、この、ケース2とケース3の話をフロベニウスの方法を使って、説明するというところから始めていきたいと思います。はい。この後、一度切った上で、評価方法等のですね、いわゆるこの大学院の授業のですね、インストラクションについて、もう一度、前回概略をお話ししましたが、もう一度お話ししていきたいと思います。それでは、1、2分休憩したいと思います。